数科の高校って一番行ってはいけないところなのに。だって学校の先生ってさ、一番教えるの下手だからね。俺気づいたのよ、一番教えるの上手かったの小学校の中学受験の塾の先生が一番上手かった。塾の先生上手いっすよね。特に小学校の塾の先生は死ぬほど上手いのよ。なぜかって小学生ってやっぱ落ち着きないじゃん。そうですね、言うこと聞かないから。言うこと聞かない、落ち着きない子供たちをに興味を持たせるぐらい話が上手い。大学の先生が一番下手だと思います。そう思います。